大当たる部から1968年7月3日は、中華民国の軍人、中華人民共和国の政治家。字は、スケミン。三等招待案二案件の人。若い頃は、天津のタバコ工場工員や上海のビスケット販売店店員を務めた経験を持つ。1924年、候補軍艦学校第3期で入学し、翌年、第2次統制に従軍した。 1926年1月、学校を卒業して国民革命軍に入隊する。北伐に従軍し、軍校により独立第32旅、第1弾団長にまで昇進した。1930年には中原大戦にも参戦している。1932年6月、大明る部は中国共産党討伐に従事した。1933年9月、 守備隊補充第一旅旅長町に昇進し、1934年11月には、暗記省南部で、片市便率いる紅れ軍団、紅れ7軍団と交戦、激戦の末に壊滅させている。1936年6月には、王の部隊が第11市に拡充され、そのまま王が市長を務めた。同年8月、同志は、 第74軍第51市に番号を改められ、9月、王は陸軍少将の位を授与されている。日中戦争が勃発すると、王明る部は部隊を率いて、最前線で日本軍と戦うことになる。南京防衛戦、武漢海戦、第一次調査海戦などに参戦した。1940年、第74軍軍長に昇進州辺高海戦に参戦。 ここで軍港を挙げて、国民政府から星型栄予期を授与されている。その後も、第二次、第三次調査海戦、節海戦、学西、海戦、上徳海戦などに参戦した。1943年8月、大明る部は第五集団軍副総司令。翌1944年2月には、第24集団軍総司令と昇進し、 同年5月には長考海戦に参戦している。1945年2月、陸軍中将に任せられ、翌月には陸軍総司令部第4方面軍司令官に抜擢、4月に湖南省西部で日本軍を迎撃した。6月、中国国民党第6期中央執行委員に当選し、日中戦争終結後、調査、交尾で、 日本軍の幸福受諾を担当している。1946年1月、大明ルブは国民政府軍事委員会第二水税区中上司令官に任命され、10月には三島省政府主席権保安司令にも就任した。1947年2月より中国人民解放軍を迎撃したが、1948年9月、最南戦役で敗北。 捕虜とされてしまった。中華人民共和国建国後は思想改造を受け、1959年12月、特赦により釈放された。その後は中国人民政治協商会議全国委員会で分子資料研究委員会選委員となり、1964年には政教第4期全国委員会委員に選出された。1968年7月3日、 北京市で病没、去年66、ありがとうございます。